モーレンカンプオオカブトは、昆虫湖昆虫目カブトムシアカに属するカブトムシの一種。東南アジアのボルネオ島にのみ生息し、ボルネオオカブトとも呼ばれる。コーカサスオオカブトやアトラスオオカブトなどと同じアトラスオオカブト属に分類される。本種のオスもまた、コーカサスやアトラスのような三本の角と独特の金属光沢を有する。カルコソマ族の例に漏れず闘争心が強く。 気象は荒い、高地に生息するため高温に弱い。体長は、オスは60から115ミ、mm、リメートルであり、コーカサスよりは小さく、アトラスよりは大きい。しかし、稀に130ミリメートルを超える大きさの個体も報告されている。メスは体長45から60ミリメートルほどでオスより、かなり小さい。メスはアトラスやコーカサスに似ているが、 アトラスやコーカサスの緑銅色に比べ、やや尺動色に近い体色で区別できる。本種最大の特徴として、体の幅が狭く対抗があることが挙げられる。また、全胸部は三角形状で、そこから胸角が平行に伸びているなど、コーカサスやアトラスとは雰囲気が異なるため、簡単に区別することができる。しかし、それゆえに、 春こそ魔族の人気の要因である迫力には、かけると言われ、体の幅が広いコーカサスやアトラスと比べると、その点で人気は劣るとも言われるが、そのためか、コーカサスやアトラスほど輸入される数は多くはない。胸角が狭い以外にも、コーカサスやアトラスと異なる点として、頭角には突起がない代わりに、二種と比べるとかなり長い。 ボルネオ島中心部のキナワル山を中心とした線から2000メートル付近の高標高地に生息し、幼虫は熱帯雨林の倒木や朽木の周辺や中に入り、それを食べて成長する。成虫になるまで約1年半ほどを要する。成虫はロダンの木などの樹液に集まるが、高標高に生息しているため、多くの生態は解明されておらず、詳しい生態は不明な点が多い。 コーカサスやアトラスと同様に、成虫は10日にも飛来する。成虫の寿命は約半年から1年と、コーカサスやアトラスと同程度。ありがとうございます。